一つ再攻してからワイドに出してサイドを変えます。山崎ヘッドで落としてセカンドボール、シュートまでいけるかどうか、バイシクルだ。なんとなんと柿谷陽一郎、大久保よし。ただいまの得点は名古屋グランパス8番、柿谷陽一郎選手でした。完璧なコントロールですね。選手の交代を知らせいたします。シュートですから、山田大翔に代わりまして背番号20。